ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がマセラティグランツーリズモグランフィナーレ2020年式1万キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。で、今回非常に特殊な車両ということで、はい、そうですね、はい、ちょっとその特殊さをご紹介と、はい、あとごくごく最近、グランドリースもご紹介させていただいてるん で、 そ, うです、ね、でその個体が中期だったかな、はい、はい、なんでこちら後期になるんですよね。そうですね、はい、後期なんでその辺の違いをざっくりご紹介させていただいて、はい、まあ、ちょっと続けての紹介になりますんで、はい、ちょっとショートバージョンでバババババッとご紹介させていただければいいかなと思います。はい、でまずこのちょっと特殊具合を福田君の方からご説明いただいてもいいですか。そうですね、はい、まあ、まずカラーリングが特別で、まあ、ロッソイタリアのっていう、まあ、レッドのカラーと、ホワイトの、ビアンコ富士ですね。これがなんでこんな特殊なカラーかっていうと、なんとこれが世界に1台、そうです、一番最後の市販車なんですね。はい、一番最後ですね、はい、製造されたもの、一番最後に作られた車ではないんですよね。そうですね、はい、厳密に言うとちょっとその辺がややこしいところで、はい、グランツーリズモがもう生産終了になるっていう時に、はい、もうラインオフで、はい、もう一番最後工場から出た車っていうのはゼタ。そうですね、はい、それがなんかもうマセラティの本社の方にもう保存されるような形で、はい、でその1個手前ですよね。それぐらいだと思います、はい、厳密には分からない。市販一番最後の車がこちらと、はい、でそれが世界限定1台で、はい、そうですね、まあ、スペシャルなカラーリングと、はい、まあ、いろいろスペシャルな装備がついてる1台ということで、はい、で今回はあの僕正直に行こうと思います。そうですね、はい、あのいろいろ取り繕うと、はい、あのこの人たち嘘つきだなって思っちゃうので、はい、ちょっと直感を、はい、正直にお話ししようと思います、はい、でそのなんか日本とイタリアをつなぐ意味合いの富士とイタリアのなんですよね。そういったイメージカラーとして、はい、そうですね、レッドとホワイト。これどうですか。正直、はい、まあ、奇抜ですね、はい、僕はどうしてそうなったと思いましたそうなります、ね、どうしたっていう、はい、ちょっとこれは万人受けしないどころか、はい、もう普通の人はえって思うと思います。そうですね、どうしたのってなりますよね。ただ僕フォローするわけじゃないんですけど、はい、アルファロメオのジュリア、はい、F1 トリビュート、はいはい、あれもなんかこう赤白の、あ、ありますね、はい、結構イタリアカラーといえばイタリアカラーなのかなと。だ見る人が見ればまあまあまあちょっとこう、はい、イタリアらしい組み合わせ。まあ、2色ともどっちも色合いは単色で見るとかなり綺麗な色ですよね。そうなんですよ、だからどっちかにしてほしかったビアンコ富士か、はいはい、ロッソイタリアか、はい、なんで外装を例えば富士にして、そうですね、内装をそのロッソの、はい、でもう統一とかってしてくれればよかったのに正直に言うと両方取りしたという、はい、ただ一番最後のゼダはい、もっとこうド派手で、はい、前が青から始まって黒になって白になるっていう、はい、そうなんですよね。ちょっとマセラティ自体がちょっとそういう特徴なのが好きなんですよね、はい、ちょっと奇抜なカラーリングではあるんですけど、はい、まあ、世界に1台っていうそこはかなりこう評価するべきポイントなんじゃないかなと、はい、間違いないと思います、はい、もう正真正銘一番最後に出た車なので、はい、そこにこう評価をしていただければ、はい、まあ、十分価値のある車じゃないかなと、はいはい、であとは今回車のベース的にはもう後期、そうですね、はい、後期の MC がベースとなってます。でバンパーなんかはこの後期のバンパー、ね、一番最後の、はいはい、バンパー でなおかつその世界に1台という限定車ということで、はい、オプションもそうですね、はい、結構フルで入ってます。カーボン外装のカーボンだったりフロントスポイラー、はいはい、まあ、しっかり入ってて、そうですね、まあ、だからその内容的にはかなり充実してるんですよね。車の内容的にもう充実した、グランツーですね、はい。そして MC ということで、そうですね、レーシーな、はい、ダクトが入っているものですね。でこれペイントされちゃってるかわかんないですけど、一応これカーボンなんですよね。そうですね、はい、カーボンです、はい、これもちょっとボンネット開けて最後見てみたいと思います、はい、あとはもうごくごく最近ご紹介させていただいてますから、はい、ちょっとバババババッと飛ばして、あと足回り、ね、ホイールが専用のものが入ってされている、はい、ホイールが専用のものが入ってます。こちらは20インチですね、はい、はい、20インチのアロイホイールのトロフェオというものが、はいはい、入ってますね。そしてキャリパーの方もアルマイトのレッドのものが、そうですね、はいはい、これかなりおしゃれですよね、装着されていると。であとは MC なんで、はい、最近ご紹介させていただいた中期のものと違ってここにダクトがついてたりとか、そうですね、ちょっとちょっと、はい、ちょこちょこっと衣装が違ったりしますけど、はい、もうこの衣装全体的なシルエット変えずに12年
本当ですよね。販売されてた車すごいですよね。だからなかなかないですよね、こういったスポーツカーの中でっていうと。そしてあとは外装ミラーなんかもそうですね、カーボンのものになってたりとか、はい、そして上に行くと上もまたロッソイタリアーノで赤く、はい、だこれちょっとなっていう人はラッピングしましょう。そうですね、はい、今流行りの、はい、お前らさっき限定じゃねえとかって言ってたじゃねえかって言われちゃうかもしれないですけど、まあ、ボディの保護としてもいいですからね。そうですね、はい、保存しておくためにもラッピング、はいはい、おすすめしたいと思います。そしてあとは、まあ、ドアノブなんかもカーボンなったりとか。そうですね、はいはい、しております。そして当然今回の車フルノーマルですから、まあ、リアの車高もしっかり高くて、はいはい、ノーマルです。引っ込み思案な開放です、はいはい、これもう僕いっそのことをいじっちゃっていいと思います。あ逆に、はい、あそうですね、もう開放よりも保存の意味合いで保存純正外してもらって車が増えるようにしてもらって、はいはい、もうでも一番最高は間違いないわけじゃないですか。そうですね、はいはい、なんでもうグランドリースも買おうと思っても買えないですし、あと僕一番最初に2020年式ってご紹介させていただいたんですけど、はい、2019年の11月11日でもう生産が終了してるんですよね、はい、そうですね、はい、だから登録年月日が一応2020年になってるっていうだけなんで、はい、基本的にはもうそれ以降作ってないん で、はい、買えない車なんて、まあ、そこの辺の価値があるんじゃないですか。そうですね、その辺で見比べるとかなり価値がくるのかなっていうのは思います。だと後ろに行って後ろももうすごい、はい、ちょっと面積がでかいんでこのロッソイタリアーノの主張がすごいですので、はい、この辺なんかがあって、あとマテールランプなんかは中期以降変わってないんですかね。そうですね、変わってないですね、はい、そしてバンパーなんかは MC ですから、はいはい、真ん中寄りの日本だし、はいはい、これ音はちょっとめちゃめちゃいい音するはずなんで、音はいいですね、やっぱり NA エンジンなんで、はい、あと当然トランクスポイラーもカーボンのものそうですね、はい、あと僕のちょっとこのいいですか、この車のセールスポイント、はい、イタリアのスーパーカーを買っても、はい、制作過程って、はい、まあ、写真とか、はい、まあ、映像あるのかな、まあ、写真定番ですよね、はい、今こんな感じで作ってますみたいな、ね、はい、この車の場合はなんとスーパーカーとか高級車のおなじみ元禄雑誌の元禄さんが作った PV があるんですよ、この車。あ、そうなんですか、はい、見てないですか、ちょっとこれ撮影終わったら見てください。はい、わかりました。元禄が編集したこの車の制作過程の PV があるんです、はいはい、工場で組み立てられて最後工場から出るまでが、なかなかそれがある車って多分ないと思います。ちょっとその辺も、はい、特別感はあるのかなっていう、はい、ちょっと苦しいですか、はい、苦しいです、はい、そんな車になっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装は基本的に大きく変わってはないですけど、ナビ周りですかね。そうですね、はいはい、後期のものなんで、後期ということで新しくなってる、はい、あとは一応このところどころ赤くなってるのが、はい、一応ロスト の、 そのステッチだったりだとか。そうですね、はいはい、内装色ベースがネロ、ブラックで、ステッチの方がレッドの方が、はい、入ってます。あとフロアマットの縁なんかも同じロスで赤くなってたりとか、はいね、はい、これ何でしょう、中と外装のこの派手さの対比がすごいんですけど。すごいですね、もうちょっと内装派手でもいいのか逆に、はい、だからもうちょっと分かりません僕はもう今回ちょっと放送事故回ですね。そうですね、はい、ちょっと難しいですね。難しいですあとは内装の方がカーボンのオプションが1、2、3全部入ってるということ。全部入ってます、はい、サイドシールだったり読み上げてもらってもいいでしょうか、はい、サイドシールであったりダッシュボード、シフト パドルシフト、クラスター、あとシートフレームと、バックシートカバーが、カーボン製になっています。さすがになかなかこう中古車市場でもここまでフルフルでカーボンオプションが入ってる車はそうですねあんまりないんじゃないかな、はい、こんだけカーボン入ってってたらもうフェラーリとかでこんだけカーボン入ってたらもう何百万コースですからねでこのシートのバックシェルまでカーボンになってるやつは僕多分初めて見ました。そうですね、はい、僕もちょっと見たことないかもしれない。この辺はかなり特別感あるのかなという気がします、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。はい、もう本当に最近乗らせていただいてるんでささささっと、ね、はい、はい、もうカーボン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 です。はい、そしてここですよね。そうですね、はいはい、バッチそこが一番貴重です。
製造年の2007年から2019年までが、はいはい、ここにバッジがついております。まあ、でも正直そこワンオブワンとか欲しかったですよね。そうですね、世界に一台だぞ。ちょっと外装めちゃめちゃ特殊なのに内装の特別感がちょっと物足りないなと正直思ってしまいました。はい、まあ、でもかっこよくまとまってるんで内装の方が。そうですね、はい、内装確かにかっこいい。かっこいいです、はい、そして最終なんでナビがでかい。そうですね、使い勝手いいですよね。やっぱりこれが他のマセラティと、はいはい、これなんと他のマセラティのセダン SUV と同じ、はい、そうですね、はい、ほぼ同じ仕組みになってるんでカープレイなんかも使えますし、はい、ナビなんかもだいぶ進化してると、はいはい、かなり使い勝手がいい、ね、これかなり使えるね、はい、こんな感じでちょっと古典的なスポーツカーだと思ってたんで、はい、少しギャップを感じてしまいます私特に前回ご紹介させていただいたのが中期だったんで、はい、ちょっと中期のナビゲーション本当に使いづらいですからね、はい、もう後期になってだいぶ改善されてちょっとここにハイテクの融合を感じました、はい、ただメーターなんかはもう安心安全のもう見慣れたメーターなんで、はいはい、こんな感じでございます。そしてしっかりこの辺なんかはアルカンターラだったりとかあとルーフ関係が全部アルカンになってて、ね、はいはい、バイザーなんかもしっかりアルカンターラとこんな感じになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、ここも特に変わらず。そうですね、はいはい、まあ、ちょっと重いぐらいですね。そしてその前回の中期でご紹介させていただきましたけど重たい。これ女性の方とかお子さんはちょっと開けられない。そうですね、片手ではかなっていう、はい、で前回ご紹介させていただいたのが中期なんで、はい、多少ダンパーのへたりもあるのかなと思ったんですけど、はい、ないです。ないです、はい、もうこの重さが標準装備でした。標準です、はい、でトランクは一応この部品が入ってる関係でこの下の収納がなくなってるということです。そうですね、はいはい、でこの奥のバッテリーはこんな感じで、はい、でもうバッテリーメンテナーがつなぎやすいように、はいはい、ケーブルが出してございます。で今回僕は全部正直に言いたいと思います。はい、はい、で別にこの個体だからっていうわけじゃないです。はい、全般イギリス車全般イタリア車全般、はい、こうチェリーだったりだとか。そうですね、はい、手作りとかに関してはちょっと手作り感あるじゃないですか。はい、はい、だからこの辺がこの辺がはい、はい、こことヒットしてて若干そうですね、はい、スレスたりとか、はい、まあ、その辺はご愛嬌じゃないですか。そうですね、もうどのイタリア車とかだったりっていうのももうボルトだったりで調整していじられたりっていうのがあるという、まあ、それは別にマセラティに限らず、はいはい、他のイタリア車フェラーリとかでもそうですし、はい、イギリス車でもそうですし、だからそこを気にする方はちょっとっていう感じですよね。そうですね、まあ、そこを愛嬌と捉えていただかないとちょっと、はい、という正直ポイントでございました。はいはい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、もうエンジンルームだと思います僕は。はい、エンジンルームです、うん、もう外装がなんか個性的だとか、はい、内装に特別感がないとか言ってすいませんでしたって感じです。すいませんでした。はい、これエンジンが、一応名古屋店でご紹介させていただいた時もちょっとご紹介させていただいたんですけど、はい、もうちょっと掘り下げるとなんか F136 型のエンジンとかって。そうですね、はい、F136 これがフェラーリ製のエンジンで、はい、まあ、ちょっとそのいろいろバリエーションがあるんですよね。そうですね、はい、でいろんな車に積まれててそれこそ430とか、はい、458とかにも積まれてるし、はい、ただその排気量が違ったりとか、はい、あとドライ散布になったりとか。そうですね、はい、これに積まれてるやつは、まあ、クロスプレーンの、はいはい、ちょっとこう奏でる音が458なんかと違うんですけど、はい、もうこれはでももう名機と言って過言でないのかな。そうですね、はい、いい音は本当めちゃくちゃ良くて、はい、踏める楽しさ、ね、そこかなっていう、はい、でもう外装とかもう内装とかっていうよりかもうこのエンジンとここから作り出される走りを楽しむ車だな、はい、そうですね、はい、もうそこに尽きるっていう、はい、と思います、はい、強引強引です強引じゃないです、はい、あとフードは先ほどご紹介させていただいてきました通り、はい、全部カーボンになってこれすごいですね。全部そうですね、はい、フルカーボンなんで全部カーボンと、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。マフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。いきましょう。はい、ちょっとグランツでも助手席初めてかも。あ、本当ですか。はい、じゃあちょっと後期の走りと。そうですね、はい、早速ちょっと、はい、
ご愛嬌ってことで。そうですね。はい、じゃあ行きましょう。これ今 GPS が拾えないからだよね。そうですね、はい、行きましょう。ちょっと講義の走りをちょっと、はい、はい、音と体感したいと思います。これでもちょっと EBM 必要だね。そうですね、はい、スポーツモードに入れ、確かマニュアルにしないと。ちょっと変えてみます。最初から、はい、ちょっと変わるじゃないですか。全く分かりません。あー、いた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 。それで EBM、うん、モード関係なくバルブが触れるように。そうですね、はい、EBM をつけたいかな。おすすめですね。思いました、私も。はい、なんでしょうね。どうすればいいですか、これは。これはもういじりましょう。とりあえず、そう、俺もね、そう思った、ちょっと、はい、世界限定1台だからって思う方も多分いらっしゃると思うんですけど、はい、ここね、思い切ってちょっといじるべきだと思った。そうですね、うん、はい、ただ高い。まあまあ正直確かにそれはまあ売ってるね、はい、弊社としても分かりますけど、うん、自覚してますか。はい、まあ世界に1台っていう価値は絶対にあるんで。いやでも車体がそもそも、うんと2200ぐらい MC が。そうですね、はい、でそのチャリティーで応募したのが2700万円。はい、でまあ、カーボンのパーツなんかいろいろ入れていくとなると、はい、もちろんその新車の時の価格は、そうですね、そのチャリティ関係なく、はい、オークション関係なく高いんで、はい、まあ、新車価格の から見たら全然安くなってるんですよね、はい、あとはもうなんだかんだ言ってもこのエンジン、エンジンルームでも言ったけど、はい、この F136 エンジン、でもちろんその排気量とかそのドライサンプがどうとかそういうバリエーションはありますよ、はい、ありますけど、このシリーズのもう一番最後じゃない。そうですね、はい、そこかなっていう。あとは意外に中期後期で内装があんまり大きく変わらないのはびっくりしました。そうですね、大きく変わらないですね。本当ナビゲーションとこの、うん、この辺がちょっと、はい、コントローラーのあたり、コントローラーが他のマセにも通じる。そうですね、はい、はい、こんな感じになってると。ただシフトなんかはほとんど変わらずっていう感じでしょうか。そうですね、はい、ほぼ変わりません。やっぱりめっちゃいい音してるよこれ。音はいいです、間違いなく、うん、なんか外装に関してごちゃごちゃ言ってすいませんでしたって感じ。まあでも音は本当いいですよね。音めちゃめちゃいいよね。今これはスポーツモードではなくて本当コンフォートなんですけど、はい、今スポーツモードにして、これでマニュアルに入れるとバルブが開くんで、ちょっと踏んでください。うわー、うわ、めっちゃいい音してるね。そうですね、あといいなと思ったのはこれが460馬力でちゃんと楽しめる。はい、うん、それこそ600馬力700馬力とかじゃないわけじゃない。そうですね、もう踏んで楽しめますよね。街中で普通にプーって走るだけでもちゃんと踏み切れるし。うわ、めっちゃいい音してんな。これ EBM かマフラー入れたい。 EBM は確かにおすすめですね。うわー、めっちゃいい音してる。これ音取れてたらいいな。もうここが全てじゃないでしょうか。そうですね、エンジンと音がっていうか、なんか後期の方がスムーズな気がする。ちょっと待ってください、ちょっと早いかもしれないです。でも、うん、なんかこの間乗せてもらってますよりなんかすごくスムーズな気がする。まあそれは当然といえば当然なんでしょうけどなんかすごくスムーズな感じする。ハンドルも重くなって、そして静かになってる気がします。後期で他の音が聞こえづらい気がする。うんうんうん、圧倒的に静か、大きい。こんな違うんだね。あとはやっぱステレオですかね、音は。あー、シャーマンカードン製のなるほどスピーカー入ってるんで、もう前期とかと比べちゃうともう全然音が良くなって、はい、なるほど、はい、ドライブ楽しめると。これはオーディオを聞く車じゃない気がします。まあそうですね、はいはい、エンジンサウンド楽しんだ方が、エンジンサウンドに酔いしれる車な気がします。だ、はい、とこの間乗せてもらってびっくりしたのは、はい、意外にっていうか普通に乗りやすい。そうですね、はい、本当乗りやすい車で、それがなんか中古車市場にも現れてるみたいで、結構その距離飛んでる車が少なくない。あー、確かに乗れちゃう、ね、はい、乗れちゃうからもうみんな乗っちゃう、そこかなっていう。
いや俺思ったのは被る車ないなと思った。ああ、まあそうですね。じゃあ例えばあのスーパーカー、はい、フェラーリ、ランボーとはまたちょっと違うじゃない、はい、そうですね、はい、じゃあドイツ系のそのクーペと、うんうん、って言ったら圧倒的にこう装備も少ないし、はい、どっちかっていうとそのなんていうの、車のその音だったり感動的な走りを楽しむ、はい、うん、機能に関してはもう圧倒的にないじゃない。そうですね、うん、それを理解して乗らないとがっかり感になっちゃう、うん、だそれをちゃんと分かって乗ってればこんな音がする車2020年式でないし、もうないですね。 NAV8 のこんな音ないじゃない。はい、ないですね。もう後継じゃなくなったけど MC20、はい、あれも結局 V6 ツインターボになっちゃって、はい、また別の音に、はい、だこの官能的なサウンドを楽しめるのはもうこれが最後。そうですね、はい、本当に最後だと思います。だからこそ世界限定1台って言ってるのに1万キロ走ってると、はい、そこじゃないから走っちゃいます。これは乗れちゃいますからね、はい、だからもう気にしないで乗られた方がいいんじゃないかな。うん、そうですね、まあ、車全部走るために作られてますから、ね、はい、でもやっぱこのカーボンステアリングは、ね、そうね、カーボンの面積すごいよね。ステアリングもそうだし、はい、メーターのクラスターもそうだし、ここもシフトもこの横も全部レザーだし、はい、だその辺の作り込みはもうさすがだなっていう感じは。そうですね、はい、後ろもで今回の車はドライブレコーダーとかレーダー探知機がついてるんで、はい、レーダーもついててそのまま乗れます、はい、もうちょっと欲しいね。やっぱりバルブを開けて走りたいです。あ、そうですね、それです。これです、はい、それを標準にしたいです。音はいいですね。結構でも僕が聞いた話でもお客様でやっぱり踏み切れるのが楽しいよねっていう、あ、うん、でまたこうなんだろうな、こう乗る時にこうよいしょってならない、はい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 、気軽に乗り出される、はいはい、そうですね、まあ、本当乗りやすいですよね、うん、これはチョコだっていい、はい、それがスーパーカーとかもスーパースポーツまで行っちゃうと、はい、ちょっとやっぱりこう乗るのにテンションが必要、はい、まあ、硬さであったり、うん、そう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 、はい、まあ、程よく硬い感じで、はい、これ全然普通に乗れてこのフェラーリサウンドが楽しめるという、はいはい、ところでございます。フェラーリサウンドって言ってもねクランク違ったりするから音は本質的には違ったりしますけど。そうですね、はい、若干違ったり、うん、ただ4.7リッター NAV8 なんてもないんですよ。もう今後出ないですよね。不可能です、はい、で MC に言われも最初電気自動車っていう話だったんだよね。はいはいはい、はい、そうか、もしくはハイブリッドなんて。で蓋開けてみたら一応ガソリンで出てきましたけど、本当にワンオブワンはどっかに必要だったよね。ここちょっと惜しかったっすよね、うん、かもしくはグランフィナーレってどっかに書いてないよね、どこにもグランフィナーレって一切ないっすよ一切ないっすよ、はい、うわー、もうなんだかんだ文句言ってもやっぱりこの音が、この音は聞こえるとね、この音が価値ありますよね、うん、全て忘れます。うわめっちゃいい音してるな。車高高いんで大丈夫です。小動物飼ってるのかな俺ちょっと鳴ってますねまあこれも手作りなんで5台強ということで。そうだね、はい、いやいやでも思うけど本当にイタリア車なんか昔所さんがあの、はい、なんだっけな、なんかねフェラーリ新車買ったの、はいはいはい、でアンダーカバーのちょうど腹下のところがポコッと浮いてるって言うんで、はいはい、でディーラーに持ってったら「いやこれはこういう仕様です」って言って言われたって言ってすげえ怒ったっていうのを本に書いてあったけどでも そうじゃない、いやそれどっちも正しいなと思って、そディーラーが言うのも正しいし、はいはいはい、うん、所さんが言うのも正しいし、でもちょっとそれをちゃんと理解して乗ってないと。そうですね、うん、確かに。でこっちにして
スポーツ？スポーツ今入ってますね、はい、これで。うわ、めっちゃいい音してるじゃん。そうですね、音はめちゃめちゃいいです。うわっていうか、後期めちゃめちゃスムーズね。やっぱちょっと違いますよね。違う違う、味付けかなんかが。的確かどうかわかんないけど、はい、中期の方がもうちょっとこうパンチがあるっていうか、はいはいはい、もう少し極端、はいはいはい、うん、後期すげー乗りやすくなってる。乗りやすいですね、マイルドですね、これ普通に乗れちゃうね、はい、だからこれちょっとね、値段、あとあと値段です。値段が、はい、いや、このエンジンはいいよ、やっぱりなんだかんだこう言ってもマフラー入れたいですね。入れたいね、気持ちよく走りたい、はい、なんかもう仕事で嫌なことあっても忘れられそう快音が、うん、この音が聞ければ全て忘れられそうです。いいなぁ、これだよ。これちょっとやっぱりもうちょっとシフトをもうちょっと速くしたいね。シフトに関してはもうピカイチで遅いです、うん、正直、はい、もうちょっとパン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 って。そうですね、まあ、PDK レベルがだったらもう本当楽しいですよね。まあでもただそこは普通のトルクモートマなんで、はい、まあ、しょうがないかなっていう。うわ、すげえいい音してんな本当に。あとは全体的な乗った感じはハンドルちょっと重めかな、はい、そうですね、うん、はい、重めは。ただ車の動きがなんていうの、こうスーパースポーツみたいにこうすごくキビキビしてる感じじゃないから、そこも本当にいい意味で乗用車ライク、はい、そうですね、うん、だからポルシェとかマクラーレンみたいにもうちょっと来たらちょっと曲がるっていう感じじゃなく、うん、割とこうおおらかに車動く感じなんて乗りやすい、はい、全然多分長距離乗っても、うん、そうですね、もうシートのクッション性であったりっていうのが、そうね、そうね、そうね、結構いいんで長距離ドライブも全然楽々だと思います。だスポーツカーって言うけど、ちょっとこうラグジュアリー要素もちょっと高めのスポーツカー、はい、そうですね、それは感じます。だスポーツにすると結構足は硬いね。そうですね、若干硬く、うん、でもちょっとこの音が聞きたいがためにスポーツに入れてマニュアルモードで走りたいです、はい、あ、レバーも重たいんだよね。そうレバー重たいです。そうで、こうパドルがある分ちょっと遠いんだよね、はい、してんな。これはさ、でもあの最近あの音を作り出すユニットとかあるじゃない。はいはいはい、あります、ね。擬似的な V8 サウンドがするの。はいはい、かなわないよね。いや、あれはもう。これは。かなわないですよね。これ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 。確かに似てるなっていうのは思うじゃん。特にアイドリングとかこう2000回転ぐらいまでのここ、はいはいはい、ちょっと似てない？若干似てます。けどもうその先ってもう全く似てないよね。似てない、作り出せないですよねこの音は。そうなのよ、これもうダウンサイジングしてもターボにしても、はい、もうこの音にならないのよ。 NA のこの大排気量だから出せる音なの、この音、この音これは気持ちいいですね。気持ちいいよね。だからね、今回ちょっと試乗するべきはね、あのこの街の中じゃなかった。そうですね、高速ドライブの方が楽しいかもしれない。そうね、分回してみたい、もっと本当にそれこそ6000回転とか7000回転まで回してみたいですでも実際もう3000で言えば結構それなりのなんていうの、この高周波サウンドが楽しめるじゃない。はいはいはい、それいいよね、うん、低速でこんだけの音が出るなら、うん、いやもう多少燃費が悪かろうがなんだろうが私はこうやって乗りたいです、はい。ちょうど2500ぐらいの一回こう共鳴して一番響くこの音、コロコロコロ、これ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 いいですよねこれ、うん、めっちゃいい
音してんな。確かに踏み切れるね、これだったら。踏み切りますね。フェラーリのこの FR のフェラーリ踏み切ってくださいって言ったら、まあ無理です。まず無理です。いろんな意味で無理です。で、あとはナビは。ナビはもうまあ全然十分ですよね。カープレイ使えるのはかなりいいと思う。かなりそうですね。うん、はい。SD も入りますし。カープレイあれば基本的にもうナビゲーションのアップデートいらないわけじゃない。そうですね、はい。Google ナビだから。あとはこの光景出るかと思ったら出なかったからね。出なかったですね。結局もう MC20 がミッドになっちゃって、はい、全然別の車になっちゃったから。はい、まあ需要的にもなんかこういう大きいクーペ、ツードアクーペってやっぱりこうちょっと。需要が減ってきちゃってる。そうですね、車好きも若い方たちはいないですからね。でもう車も SUV ばっかりになっちゃってるじゃん、はい、だからもうスーパースポーツ、はい、だそこでこれはやっぱりちょっと評価される気がするな、うん、あれ全部でなんか4万台ぐらい作ったんだっけ。そうなんですか。そんな作ってるんですか。そう作ってるらしいよ。でもさすがにだって12年作ってんだからさ。あ、でもちょっと変わらなすぎですよね。そうね、だって鍵ジャックナイフだからね。ジャックナイフですね、未だに衝撃だよね。ジャックナイフの車もうないよね。しかもあの青いボディのジャックナイフキーっていうプラスチックの。そこをロストイタリアノで塗ってほしかったんだけど。そうですね、ボンドボディですか。ボンドボディでやりましょう。それはキーのラッピングとかも結構今流行ってますからね。あ、そうなんだ、はい、ボディラッピングしたついでにキーのラッピング。へえ。おしゃれですよね。確かに。じゃあこれもう一緒のこと塗ってもらって、はい、塗ってもらってじゃない、ラッピングしてもらって赤と白で。え逆に逆に逆フードをじゃあ富士にして。そうですね。いやそれ途中で止めてもらってどっちかにしてもらっていいですか。そして世界に一台って言ったのに1年足らずでこの中古車市場に出てきたところ、はい、いやいやそこはだってもうだって取り繕うことになっちゃうじゃない。そうですね、私は正直に言いますよ、はい、いろんな大人事情を感じます。事情はあるとは思います。ただ車のその魅力は変わらないんです。はい、はい、車の魅力はこれここじゃないと思います。はい、はい、これです。この車の魅力は気持ちいいな。ちょっと低速で引っ張っちゃうよね。はい、うん、でも車のコンディション抜群にいいよねこの車。いいですよ、うん、もちろん1万キロで、まあ、うん、距離はそうそう。いや結構高速なんか乗ってると飛び石が距離少なくてもあったりとかしますけど、はい、個体のコンディション抜群に。これじゃあグランツオーナーズクラブかなんかの集いにこれで行ってもらって、はい、もうそしたらもう湧きますよね、注目の的になっていただいて、はい、やっぱり小動物の動作。小動物いますねその中にピーピー、はい、ハムスターかなんかが飼われてます。そして僕的には本当に最後だからっていうのを、はい、取っ払ってもらって、はい、もうぜひこうもっとこう楽しめる車にしてほしい、はい、カスタムってことですね。イエス。いやさすがにこの赤白じゃ乗りにくいって。乗りにくいですね今ちょっと試乗しただけでもかなり見られてましたから。でもうちょっとこう乗りやすく、はい、うん、してもらって乗りやすく。いやだってこれどこどこ走ってたでしょうって言われちゃうよこれもうちょっと乗りやすくしてもらってそうです、ね、はい、楽しんでいただければ。だってもう正真正銘一番最後なんだもん。一番最後です、うん、こんな車ないって、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ最後になりますけども、はい、若干放送事故回だった気がするんですが、はい、ただちょっと今回ご全部正直にそうですね、はい、お伝えしたと思います、はい、でやっぱりもちろんそのままこの特別感のまま乗っていただくのもいいですし、はい、もうボンドグループに入庫したのも何かの縁ですから、はいはい、この個性的な外装をそうですね、まあ、もうちょっとマイルドにしたりだとか、はい、もしくはもう戻せる範囲で例えばカスタマイズを楽しんでいただくなんていうのも、はい、もう正直ありなんじゃないかなと思います。そうですね、はい、ファンの方にとったらもう何してくれてんだっていう感じになっちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、戻せる範囲で、はいはい、楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はマセラティグランツーリスモグランフィナーレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。